はい、どうも、哲学棟です。今回はですね、うねるしななみとね、横風というね、スキルを使って、メイン攻撃スキルをね、まあ、超強化していく、テンペストのビルドをご紹介していきたいなと思います。まあ、このビルドなんですけども、まあ、基本的には難易度、ヘル3、旧インフェルノ、6のね、レジェンダリーを使ったビルドになりますので、まあ、その点はね、ちょっと、ご注意いただけたらなと思います。ということで、まずね、メイン攻撃の方なんですけども、破陣の方をね、封陣の方を、採用しているという形ですね。暴風で刃を強化して、付近の敵を素早く切り裂くというのが元々の効果なんですけども、まあ、オフハンドでですね、スキルを発動させると封陣が強化され、次の2回のメイン攻撃が、追加のダメージを与えるというね、やつを入れているので、まあ、封陣そのものがまず、まあ、強くなっているというところがあるんですけど、まあ、こちらのね、メインスキルを、まず、うねる白波ですね、こちらで強化していくという形になってて、まあ、こちらはね、移動スキルとしても非常に有能なスキルになってくるんですけども、6秒間海の力で自分のを強化して、プレイヤーと西風のメイン攻撃が、敵を貫通する、水の刃を放つようになるというやつで、移動速度が 35% 上昇し、波に乗りすることで移動しながらメイン攻撃を繰り出せるようになるという形になるので、まあ、うねる白波ね、クールダウンが終わったら、まあ、すぐ発動させてあげることによって、まあ、移動速度をね、常に高速に保つことができるというような形ですね。で、まあ、レジェンダーについては後でね、詳しくお話ししていこうかなと思うんですけども、もう一つのバフスキルとしてですね、横風というスキルを入れてます。こちらもですね、横風発動時に風で刃を6秒間強化し、プレイヤーと西風のメイン、攻撃で風の刃となった敵に8666のダメージを与えると。横風のダメージが 18% 増加ということで、まあ、メイン攻撃を強化してくれるレジェンダリーを入れているという形ですね。で、さらに横風発動時にクリティカルヒットで4つの、風の刃が発生して、標的の下で砕け散り、命中した敵にダメージを与えるという効果を入れているんで、レジェンダリーの宝石とかでね、クリティカルヒットが上がる、母の別紙とかを入れておくと、この効果発動しやすくなりますので、まあね、そこら辺も後で詳しく解説したいなと思います。で、まあ、こちらのね、横風とうねる白波の方なんですけども、ちょっとクールダウン時間がね、長いスキルになりますので、風の歩みというね、こちらもバフスキルになるんですけども、まあ、こちらもともとはね、嵐を 2.5 秒間呼び出して攻撃速度が 20% 上昇するとし、嵐の中にいる間は敵に狙われなくなるという、ちょっとこう、煙幕的なスキルなんですけども、そこにね、レジェンダリーの効果で、風の歩み発動時に魔法の嵐が6秒発生し、回避率が 30% 上昇し、全スキルのクールダウン時間が2秒短縮されるという効果が、レジェンダリーでありますので、これ入れてあげるとね、それ以外に発動している横風だったりとか、あとね、うねる白波の、クールダウン時間というのが短縮されてくれますので、なので、これを入れることによって、まあ、両方が、常に、メイン攻撃を強化できるような状態っていうのを作ってあげるっていうビデオですね。で、まあ、うねる白波だけでもかなりね、移動速度を上げることができるんですけど、今回は、まあ、ここ自由枠になりますけど、スコールの方を入れてます。風の力を呼び出して、プレイヤーと西風を指定地点にテープオートさせ、渦巻く攻撃を、与えていくと。チャージは最大で2回までという形になっているので、このスコールの方を入れてもらうという形ですね。で、まあ、ちょっと基礎的な話になっちゃいますけど、西風って何ですかっていうね、質問をこの間の、ビルド解説の中でされたんで、一応補足しとくとですね、このパッシブスキルの切り包みというやつで、たまにこの水のオーブみたいな、やつが出てくると思うんですけど、それを拾った時に、この西風っていうね、まあ、手下みたいなやつを呼び出すことができて、まあ、それが一緒に戦ってくれるっていうのが、この西風というスキルのね、基本になってくるので、まあ、レジェンダリーのね、スキル、レジェンダリーの効果で、この西風のね、召喚数とかを増やすことができて、まあ、そういった、レジェンダリーも今回は入れてますので、ぜひね、装備紹介の方も、ゆっくりね、見ていっていただけたらなと思います。
ということで、まずはね、ちょっと立ち回りをね、お話ししながら、エルダーリフト一回ちょっと回してみようかなと思うんですけども、概要欄の方にね、時間のリンクの方を貼ってありますので、まあちょっと先にね、見たい部分があるっていう方は、そちらの方でね、時間リンクに飛んでいただけたらなと思います。はい、そしたらやっていきたいなと思います。今回ですね、この風の歩みというスキルで、まあこれ、まあイントン効果もあるんですけど、発生中のね、クールダウンを2秒間短縮できるっていう効果があるので、なので、基本的にはメイン攻撃を強化してくれる、うねる白波と、あとね、横風の方ですね。これ発動させながらメイン攻撃で攻撃していくと。で、風の歩みの、クールダウン時間が終わったら、それを発動させてあげることによって、今発動してるね、うねる白波と横風のクールダウンを短縮した、させてあげるというのが基本的な流れですね。あとはメインスキルで攻撃していって、で、まぁ、ちょっと移動速度足りないなっていう時は、スコールで飛んであげるっていう感じですね。なので、基本的には、うねる白波と、横風が発動してるタイミングで、こちらのね、風の歩みを発動させてあげるっていう感じで考えてもらえればいいかなと思いますね。で、基本的にはですね、この横風とうねる白波は、クールダウン時間、有効時間が6秒間なんで、で、クールダウン時間が12秒間。で、まあ、いろいろと装備品で短縮していくんですけども、どうしてもね、隙間が空いちゃいますので、なので、まあ、そういった場合は、ちょっとね、クールダウンを短縮してあげると、いい感じで回せるかなという感じですね。かなりメイン攻撃の、手数が出せるような形になりますので、以前ねご紹介した海スキルのビルドを中心したビルド解説の方が、なんていうのかな、攻撃範囲っていうところでは広いんですけども、まあ、火力そのものはこっちのね、風の、風神ビルドの方が、出るかなというところがあるので、まあ、ボス戦とかではこっちの方が早く、敵を、処理できると思いますので、まあ、ちょっとね用途によってね、使い分けてもらえたらいいかなという感じですね。はい、そしたら、ちょっとね、装備品の方、詳しく解説していきたいなと思います。割とテンペストもねレジェンダリーの数、多いので、なのでまあ揃った方からちょっと始めてもらうっていうのがおすすめかなと思いますね。はい、そしたら装備品の方をねご紹介していきたいなと思います。まずセットアイテムの方なんですけど、まずね眼球セットを2つ入れてます。継続ダメージ効果を受けている敵が、受けるダメージが 15% 増加するというスキルなんですけども、こちらをねレジェンダリー宝石の方に継続ダメージがね発生するものを乗せることによって、発動させていると。で、さらにですね、シャルバースセットを2セット入れてます。メイン攻撃のダメージが 15% 増加するということで、まあ、今回ね、風の風神、の、メインスキルの方がね、主な攻撃力になりますので、まあ、シャルバーストの相性がいいので、シャルバーストを、2セット入れているという感じですね。まあ、継続ダメージを、ね、入れない場合だったら、シャルバーストを4セット入れるのでも、いいかなという感じですね。で、あと、残りの 4V に関しては、ビスの衝動を入れています。2セットの効果で、自分やパーティーメンバーにかかるバフ効果の、持続時間が 30% 増加すると。いう効果が発動して、さらに、自分やパーティーメンバーにバフ効果を与えるスキルを使用するために3秒間標的の攻撃速度が、30% 上昇してくれるというものになって、まあ、標的の攻撃速度って書いてありますけど、自分自身の、ね、攻撃速度が上がってくれるという形になってます。で、基本的にはですね、今回使ってるスキルの中では風の歩み、そして、まあ、横風、
うなるし、白波、この3つがね、バフスキルになりますので、まあ3つのスキルが発動するたびにこの効果発動してくれるので、ビスの方を4セット、入れてみてほしいなと思います。はい、次にレジェンダリーのアイテム一つ一つご紹介していこうなかなと思うんですけども、まず頭が不屈の原始の方を入れてます。こちらね、うねる白波のクリティカルヒット時に水が爆発して付近の敵に8483のダメージを与える。ダメージ増加 90% ということで、ダメージもね上がってくれるので、こちらを入れてほしいなと思います。で、次に片当ての方なんですけど、重みなき存在ですねの方を入れてます。こちら効果の方が風の歩み発動時に回避率が上昇し、全スキルのクールダウン時間が短縮される、風の歩みのクールダウン時間が 7.2% 短縮ということで、まあ、この風の歩みをね、うねるしな波と横風のねクールダウン中に使ってあげることで、まあそういったねバフスキルの、クールダウン時間をね短縮することができるので、ここをねこのレジェンダリーを片手を入れてほしいなと思います。で、鎧の方が商人の天秤の方を、採用しています。こちらの効果の方が、うねる白波発動時に、西風を1体、追加で召喚してくれると。で、うねる白波のクールダウン時間が、3.6% 短縮されるということで、まあ、西風は基本的に自分のね、基本スキルを、同時に放ってくれると感じになりますので、これでさらに火力を上げているという形ですね。で、ズボンの方なんですけども、こちらのね、操っている、西風1体につきプレイヤーの攻撃速度が、13.3% 上昇するという、効果がつくので、まあこれでね、西風の数、1体増やしてさらに、攻撃速度の方も上げているというような形ですね。はい。で、メインハンドの一つ目なんですけども、シュリーワークスの方を採用してます。こちら効果の方が、横風発動時にクリティカルヒットで4つの、刃の刃が発生して標的の元で砕け散り、命中した敵に9449のダメージを与える。この効果は 0.5 秒に1回しか発動しないということで、ダメージが 90% 増加してくれるというやつですね。こちらを入れることによってね、横風でのダメージが、入るようになるという形ですね。で、もう一つが、冠水摂氏小川の方を入れていて、こちら効果の方が、うねる白波発動時に刃が強化されて、移動中のプレイヤーと西風のメイン攻撃が渦巻く、無知攻撃になると。うねる白波のダメージが増加、18% という形になりますので、こちらを入れてほしいな。で、オフハンドの一つ目なんですけども、こちらの竜巻の妨害ですね。横風発動時に、風で刃を強化し、プレイヤーと清風のメイン攻撃が風の刃となって敵にダメージを与える。横風のダメージが 18% 増加というやつで、こっちのメインハンドのね、うねる白波のメイン攻撃と、なんていうか、重なっちゃったら意味がないのかっていうね、ご質問いただきそうなんですけども、これ基本的にはね、両方、入れちゃって構わないんですけども、クールダウンの都合上ね、ずらして入れてあげた方がまんべんなくねメイン攻撃強化できるんで、まあ、ちょっとずらしてあげた方がいいかなと思うんですけども、同時に発動してればその分火力上がってくれるので、なので、まあ、両方ね同時に使っちゃって構わないという形ですね。で、オフハンドの2つ目なんですけど、一度きりのチャンスの方を入れてます。スキルが発動されると封刃が強化されて、次の2回の、2回のメイン攻撃が付近の敵に、1860の追加ダメージを与える。ダメージ増加 90% ということで、メインスキルの、封刃の方を強化してくれるので、こちらを入れているような形です。はい、そしたらですね、レジェンダリーの宝石の方、ご紹介していきたいと思うんですけども、まずね、頭のところに入れているのが、小玉する影ですね。まあ、今回、メインスキルを使うビルドになるので、攻撃した時に 15% の確率でシャドウクローンを召喚してくれると。クローンを8秒間、持続し、自分のメイン攻撃の一つで近くの敵を攻撃してくれるという感じなので、今回だと封刃をね、使ってくれるような形になるので、こちらの小玉する影は、入れてほしいなと思います。で、あとそうですね、こちらは血濡れの翡翠ですね。まあ、これは移動速度を上げたいっていう理由もあって入れてるんですけど、
ライフがフルの時に与える全てのダメージが 8% 増加し、ライフ減少とともに 4% まで、低下すると。そして移動速度も 10% 上がるという形なので、こちらを、入れているという形ですね。で、星5の宝石なんですけども、今回私はね、せっかくなのでこのストームボルトというね、今回、追加された、星5宝石入れてるんですけど、これね、ダメージを与えると敵の位置に嵐が、出現して、嵐は6秒間敵を追跡しながら付近の敵すべてに 0.5 秒ごとに、22.5% の基礎ダメージを与えるという効果があるんですけど、これね、なんていうか、結構 PVE 用としてはいい、レジェンダリーの宝石なんですけども、なんだろうな、もっとダメージを出すっていう意味で言うと、これよりは本当は、にじみ出る、苦渋あたりですね。こちら毒ダメージが発生してくれるレジェンダリーの宝石なんですけど、ここら辺を入れるのが無難かなと思います。特に今回、眼球セットの方があるので、なのでね、できればにじみ出る苦渋の方が、トータルなダメージは出ると思いますが、そこはロマンという形で、今回は、ストーンボルトの方を入れてるという形ですね。で、あとはですね、今回、クリティカルヒットが発生すると、4つのね、追加攻撃が出るというレジェンダリー入れてますので、母なる別紙を入れてます。ダメージを与えると 20% の確率で、母なる別紙を獲得し、クリティカルヒットが6秒間 24% 増加してくれるという形なので、これでね、4回の連続攻撃を頻繁に起こしていくというのが大事なので、母の嘆きは必ず入れてほしいなと思います。で、もう一つね、必須で入れてほしい宝石としてですね、祝福の小石っていう星1のね、レジェンダリー宝石あるんですけど、こちらね、バフの効果時間が 4% ね、延長されてくれるという効果になりますので、こちらのレジェンダリー宝石も、必ずね、入れてほしいなと思います。できればね、これも強化した方が、バフのね、時間長くなりますので、いいかなという感じがしますね。で、あとですね、今回は、継続ダメージのね、レジェンダリー宝石他に入れてないので、毒蛇のね、毒という、星2のレジェンダリー宝石の方を一つ入れてます。これで、毒蛇の毒でダメージを与えると敵を毒状態にして、6秒間毎回 16% の基礎ダメージプラス120のダメージを与えると。この効果は同じ標的に対しては20秒に1回しか発動しないというやつですね。こいつを入れることによって敵が毒状態になってね、眼球の指輪が、眼球セットの方がちゃんとね、働いてくれますので、これを入れてほしいなと思います。なので、継続ダメージが出るものを1セット入れれば、こちらにね、眼球セットを入れることができるんですけども、ない場合はですね、シャルバースを4セット入れて、攻撃速度の方を上げてあげるっていうような感じで組んでもらうと、火力が出やすいかなと思います。で、あと一枠ですね。これもね、すごくあれば入れてほしい、宝石なんですけど、瓶詰めの希望ですね。スキルを使用すると、6秒間標的のダメージと移動速度が 13.5% 上昇するバフが付与されると。標的1体につき20秒に1回しか発動しないと。そして、スキルのクールダウン時間が 1.5% 短縮されるという形なので、このね、瓶詰めと、このね、小石、両方入れればかなりね、クールダウン時間の方、稼ぐことができますので。なのでね、ちょっと星5の瓶詰めはないよっていう方だったら、小石だけ入れてもいいんですけども、できれば瓶詰めと一緒にね、使ってあげることで、ほぼほぼクールダウン時間か、気にしないで、ビルドが使えるようになりますので。なので、こちらもぜひね、入れてほしいなと思います。はい、レジェンダリー宝石については以上なんですけども、今回もちょっとパラゴンボードの方をね、詳しくご紹介していきたいなと思うんですけども、パラゴンの方ですね、今回ね、また、新しい要素として、こちらのね、レジェンダリーのパラゴンスキルというものが、追加されたんですけど、3種類あってね、私もいろいろとこう試してみたんですけども、この、攻撃っていうね、移動中にメイン攻撃にエネルギーが集中していって、敵をノックバックさせるっていう効果も、結構強いんですけども、ちょっとね、なんていうのかな、フィールド狩りなんかにはちょっと向かないなという形だったので、こちらのね、飛来心の方入れてます。3秒以内に、同じ敵に10回ダメージを与えると、敵に、雷が落ちてきて、付近の敵すべてがダメージを受けると。
この効果は30秒に1回しか発動しないという形なんですけど、これでね、結構敵一掃できる時がありますので、まあ、飛来心入れとくのがいいかなと思います。まあ、レジェンダリーのパラゴンスキルは80ポイント使うんでね、入れるかどうか迷う方もいらっしゃるかなとは思うんですけども、やっぱね、80ポイント入れるだけの価値がある。そしてこのボーダンス能力値のところもちゃんとつくので、他のなんていうのかな、アクティブになってないパラゴンボードを、ポイントを振っておくよりはね、全然強いので、ぜひね、まだつけてないよっていう方はつけてみてほしいなと思います。でですね、パラゴンボードそのものの方はですね、制圧者の方をメインに入れてて、で、まぁ、今回フィールド狩りをするので、モンスターのね、装備品ドロップ量が、上がるっていうものと、あとですね、この宝探しの効果が、75% に上昇してくれる強欲、そしてこのゴールド発見量、まぁ、ゴールド発見量はね、これ入れなくてもいいかなとは思うんですけど、私は入れてるって感じですね。あと、連続キル中に移動速度がね、最大で 15% まで伸びてくる。無限の歩みですね。これも入れておくと、かなりフィールド狩りでは移動速度上がってくれるので、こちらを入れてるっていう感じですね。あとは少しでもね、火力を上げるために、こちらの、なんていうのかな、これ、対魔術っていうのかな、モンスターへのダメージが 5% 上昇する。こちらの方のボードを入れてます。まあね、今回レジェンダリーのね、パラゴンスキルもあって、私3つちょっと試す中ではこれかなという感じはしましたけど、こちらのね、後援者も結構味方もね、味方にシールドを貼ってくれるんで強いんでいいんですけども、まあソロでやる場合はですね、今回、メインスキルの方にシールドを貼ってくれる効果がもともとね、つきますので、なので、まああんまり入れなくてもいいかなという感じは、しないでもないですけども、まあそこら辺もね、ぜひ、まあ一緒に組む、パーティーメンバーにバフをかけてあげたいんであれば、他のレジェンダリーノードにした方がいいっていう場合もありますので、検討してみてほしいなと思います。かなりね、スピーディーにメイン攻撃で、まあ広範囲な攻撃ができる、ビルドになってきますので、まあすでにあげたね、海スキルのビルドも、と合わせてね、参考にしていただけたらなと思っています。今回ね、新しい難易度インフェルノ1の方が追加されたので、まあそういったレジェンダリーのね、アイテムの方も集めていってね、新しいビルドをご紹介していけたらなと思ってますので、ぜひね、まあこの機会に高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとちなみにまあちょっと最後に雑なんですけども、推奨ビルドのところにね、ビルド4っていうインフェルノ1の装備品を使った、構成なんかもね、紹介されてますので、まあなんかインフェルノ1のレジェでね、新しいもの揃ってきたよっていう方は、ここら辺も参考にね、ビルドを組んでみるといいんじゃないかなと思いますので、まあ、なんていうか、哲学とのビルド解説と合わせて参考にしてみてほしいなと思います。はい、それではまた次回の解説動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。